続きましては教養3年目となります。2019年の NAR 年度代表馬に選出されたブルドッグボスです。父大和メジャー、母の父デインヒル、2012年生まれの11歳です。母ディファールカンヌは世界的な名種馬デインヒルが1年間だけ日本でディース競技をされた時の産駒です。デビューは2歳10月の京都競馬場、当時はすでに500キロを超える雄大な馬体でダート 1200m 戦を5馬身差で圧勝しています。ダートの短距離に高い適性を見せた本馬は4歳になってダートのオープン特別を連勝、5歳の夏からは浦和競馬に移籍します。移籍後2戦目の交流 G3 クラスターカップで重賞初勝利を挙げ、7歳の秋浦和競馬場で行われた JBC スプリントで早めに抜け出したコパのキッキングをゴール前で捉え、地元で G1 制覇を飾りました。仕上がりの速さと使いべりしないタフさは自身がその競争生活の中で証明しており、3区に受け継がれるはずです。 NAR 年度代表馬に選ばれたブルドッグボス、種付け料は受胎確認後50万円となっています。どうぞよろしくお願いいたします。以上、ブルドッグボスでした。